仮説者は、日本の出版社、商社。科学的とはどういうことかや、煮干しの解剖教室といった書籍のみならず、歴史を見る物差しといった教材も販売している。同社は、事務所だけでなく、店舗でもあり、書籍や教材を購入できる。竹内三郎により1973年に創設され、1983年から月刊誌、楽しい授業を刊行。 同志は誰でも参加できる編集会議が特徴である。西勘田高田の馬場を経て2015年から、豊島区の巣鴨に事務所兼店舗を構える。2015年までは、仮設実験事業研究会の仮設会館と長く、同じビルに今日構えていた。2020年現在、代表取締役社長は、川崎博 株式会社としての法人番号は1兆111億100万4581。新春や夏に仮設者フェアを行っており、山猫ラウンジでは定期的に講座やものづくり教室が開催されている。仮設者のロゴにはガリレオが属していた山猫学会の文章がデザインされて使われている。板倉清信著書、仮設実験授業研究会出版物、及び 授業書も参照といったものなほか、といった書籍もある。シリーズとしてが刊行されている。なお、山猫ブックレットシリーズにはのような書籍もある。1983年から板倉清信を編集代表として、月刊楽しい授業が創刊されている。略称は、田野樹。同誌には、各地で開催される仮設実験授業研究会のサークルの月例会や、 入門講座、フェスティバル、講演会の案内が掲載されている。なお、創刊号は第0号として1983年3月3日に発行されている。出版会の監修と異なり3月3日発売を3月号とするとともに、年度初めの4月号を第1号とするために創刊号を第0号にしたという。また、 毎月第4土曜日の公開編集会議は誰でも参加でき2015年の移転までは仮設者に隣接していた仮設実験授業研究会の仮設会館で開催されていた2008年に創刊35周年を迎えた際には値上げが実行されている2016年に編集代表であった板倉が 入退院を繰り返し、2017年には楽しい授業の継続が危ぶ生まれたが、竹内三郎は発刊継続の方針を打ち出した。2020年1月で第500号に到達している。楽しい授業編集委員会の編集によるものとしてが出版されている。仮設実験授業に用いられる授業書は仮設者が独占的に販売している。また、 仮設実験授業研究会の仮設実験授業研究、授業科学研究、科学入門教育、仮設実験授業研究第3期といった機関紙、研究誌は仮設社から出版されている。加えてといった入門書や授業所研究総書やミニ授業書といったシリーズも刊行している。仮設社は教材、実験器具、おもちゃの販売、 取り継ぎも行っており、といった商品に加え、ソーラースタンプ、地球モデルの気球、ミラクルボール、原子の立体周期表、スライド、花と実、ライトスコープ、都道府県漢字パズル、ことわざカルタ、和英ことわざカルタ、漢字の宝島、教訓ワン、分子模型定義、モルプレートなどを扱っていた。十一世紀にはといったものも取り扱っている。車掌は、 ローマの山猫学会、アッカデミア、デーリンチェイマでは、読者カードの切手を貼る部分がこのマークであった。お客様口座の名前にも、山猫クラブを使用しており、山猫文庫や、山猫ブックレット、山猫ブックレット教育というシリーズがある。仮設者が設けるラウンジの名称も、山猫ラウンジであり、毎月第2金曜日の夜に、山猫ラウンジ講座を、土曜日の13時マイナス -16、 002山猫ラウンジ土曜講座を開催している。茂広忠春による教育士の中の仮説実験授業といった講座や、木下富子による授業実践講座、漢字の授業、さらには一元ギターを作ろうや、幸せの青い蝶、松ぼっくりペンダントを作ろうといったものづくり企画も山猫ラウンジでは開催されている。1992年3月9日に移転した際、 引っ越し記念活を広めとして仮設者フェアを開催。その後も夏の仮設者フェアや新春仮設者フェアを開催している。フェアでは新刊紹介やものづくり体験講座が開かれる。なお、2016年3月には関係者向けに落語や手品賞、飲食を伴う仮設者史上最大の祭りを開催。業績や役員交代を報告している。 また、近隣のイベントに出展したり、ものづくり講座を出展することもあり、文京区の仙国玉子層で開かれた親子連れが集まる、イベントでは、煮干しの解剖教室を実施している。国土社で仮設実験授業研究会の研究士、科学教育研究に携わり、1972年には、犬塚清和の著書、教師6年プラス1年、 僕の仮説実験授業の出版に尽力。その後仮説者を設立し、同社の社長、会長を歴任した。2018年に板倉清信が死去した際は、仮説実験授業研究会の代表代行に就任している。山猫ラウンジ講座や山猫ラウンジ土曜講座では、企画運営を担当。教育士研究者の小野健二に対しては、 石井竿の漢字教育について、示唆を与えている。煮干しの解剖教室の編集担当で、2020年、現在、仮説者の代表取締役社長。2015年に、日経スタイルで、自由研究の題材を特集する企画が組まれた際には、専門家として、題材の提案やコメントを行っている。 三鷹ネットワーク大学を会場として2017年12月13日に開かれたサイエンスカフェ三鷹では、考案者の小林真理子とともに、煮干しの解剖教室と題して、サイエンスカフェ講師を担当している。1983年の創刊から2018年2月の死去まで楽しい授業の編集代表を務めた。詳細は、板倉清信を参照。 没後にはといった書籍が仮説者から刊行されている。ありがとうございます。